2023年2月18日付のミリタリーニュース系ブログ航空万能論では、ここ数ヶ月ロシア軍が攻勢を強めているバフムート方面において、劣勢が伝えられていたウクライナ軍がバフムートの西にあるチャシプヤールに迫っていたロシア軍部隊を、1km 以上押し戻したとされていて、ウクライナ軍の反撃があったとしているよ。でも、その北方のクピャンスク方面で攻勢に出ているロシア軍は、オスキル川東岸のドボリチナの対岸地域に足場を築こうとしており、ドボリチネとフヤニキフカを制圧したノマシケフカに向かい、さらにその南にある新キフカを制圧した後にクピャンスク制圧に動くのではないかとの見方が広がっているよ。戦いは長期化する一方だね。お互いに一歩も譲らない攻防を繰り広げているし、そうだね。さて今回はバフムートでウクライナ軍が反撃に出たことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。このハルキウ州の新キフカの町については、すでにロシア軍によって制圧されたと言われていたんだけど、どうやらなんとかウクライナ軍が守っている可能性が高いことが指摘されているよ。ただし、ハルキウ州のロシア軍においてはオスキル川東岸を南下していることが伝えられていて、そのままクピャンスクを制圧しようかとの動きを見せているみたい。しかし先に述べたように、コンスタンチノフスカとバフムートを結ぶ幹線道路 T0504 超えたとみなされる、ロシア軍を撃退して 1km 以上押し戻しているとされ、これによってロシア軍がバフムートからチャシプヤールを経て、コンスタンチノフスカをつなぐ幹線道路00506からロシア軍が後退して、ウクライナ軍はバフムートへの補給線が確保できていると見られているね。ただ、バフムートの北方にあるパラスコビーフカの戦況はウクライナ軍にとってかなり厳しくなっており、ロシア軍の進軍方向にはさらに西方のブボボバシリフカやベルヒフカに向かう動きや、バフムートの北東にあってソレダルからは北西に位置する高台を完全にロシア軍によって抑えられているため、さらに西方のミンキフカ方面のバシキフカやザリズニャンスキーに向かう動きなども確認されており、バフムートから北のシベルシクを結ぶ幹線道路沿いの地域においては、少しずつロシア軍の支配地が広がっているのではないかと見られているね。ソレダル付近の地形上、ソレダルを拠点として北や東は高台となり、守るウクライナ軍がロシア軍を見下ろす形となるため、ウクライナ軍が有利と見られていたんだけど、ロシア軍はこの地においても兵士の命を軽視する、人海戦術による波状攻撃を仕掛けていると見られ、人的には大損害を出しながらも本来であれば、有利なはずのウクライナ軍を少しずつ後退させていると見られていて、ロシア軍には恐ろしい数の戦死傷者が発生している可能性があることが指摘されているんだ。しかし、ロシア軍はウクライナへの侵略を開始してからちょうど1年となる2月24日までに、バフムート制圧などの何らかの戦果を必要としており、2月19日時点でまだ制圧できていないバフムート対して、これまで以上に兵士の犠牲を全く顧みない猛攻撃を仕掛けてくる可能性があるとみられているね。ロシア軍のなりふり構わない非人道的な戦術によって東部戦線では苦戦に陥っているウクライナ軍ではあるが、バフムート近郊ではロシア軍のゾンビのような人海戦術に対してここまでよく持ちこたえていると評価する声が多いね。戦いにおいて数の有利は大きいもんね。それでも検討しているのはウクライナの強さだと思うよ。ウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領は2月15日の記者会見において、ロシア軍が攻勢を強め続けているバフムート情勢に関し、ウクライナ軍としては可能な限りロシア軍に大きな損害を与える続けることが最も重要だと述べ、バフムートについては徹底抗戦を続ける姿勢を強調したよ。そしてそのことが今後、南部戦線で開始されるのではないかと見られている、西側諸国から供与された戦車を用いての大反転攻勢への重要な準備にもなるとも語り、バフムートやその近郊においてロシア軍の戦力をできるだけ消耗させて、ウクライナ軍の大反攻への対応を取らせないとの意図があると説明したみたい。ここ数日ロシア軍側からはバフムートの近郊の集落を制圧したなどとの情報が発信されているが、昨年から半年以上もバフムート攻略を狙っているロシアの民間軍事会社ワグネルのトップ、エフゲニー・プリゴジン氏は2月14日に、
激戦が続いているバフムートについて、直ちに制圧できるとの情報はないとの見方を示したよ。プリゴジン氏は SNS のテレグラムに、バフムートが明日にでも掌握されるということはないだろうと述べ、バフムートではウクライナ軍による激しい抵抗にあっており、肉引き機が稼働しているとする内容の投稿をしたみたい。プリゴジン氏によれば、バフムートではあらゆる方面において守備しているウクライナ軍を活動がますます活発になり、次々に予備部隊を投入しているとして、毎日300人から500人の新しいウクライナ軍兵士が、バフムートに接近していて、ワグネル対する砲撃は日ごとに激しくなっているというね。そのウクライナ軍において年明けにアメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO加盟国が、供与を約束した新型戦車や歩兵戦闘車、兵員装甲輸送車などの操縦訓練が進められているが、アメリカ国防総省は2月19日までにドイツにある在欧州アメリカ軍基地で進められていた、ウクライナ軍兵士635名で編成されていた部隊への訓練が終了したとして発表したよ。アメリカ国防総省のライダー報道官が声明を発して明らかにしたもので、これらの兵士に対しては、アメリカがいち早く供与することを決めた歩兵戦闘車 M2 ブラッドレイの操縦訓練が含まれているとされ、今後急ぎウクライナの最前線への配備が開始されるものとみられているんだって。また現在訓練実施中の第二陣となる710人への訓練は5週間のカリキュラムが組まれて継続中で、部隊戦術や医療処置、基礎的な兵士訓練なども盛り込まれているとされていて、こちらのウクライナ兵にはブラッドレイのみならず、米国が最近提供することを発表した。155mm 自走榴弾砲 M109A6 パラディンの訓練も受けるとされているね。さらに、これらの他にもウクライナ軍兵士の訓練が予定されていて、近々890人に対して今週中にも、装輪装甲車ストライカーの操縦訓練を開始する予定が明らかにされているなど、大体規模の兵員数の単位で訓練を進めているよ。また、フランスのルコルニャ国防省は2月18日、西側諸国の中ではいち早く提供を公表していた、自国製の装輪歩兵戦闘車 AMX-10RC の操縦訓練が完了し、数日中にウクライナ軍に引き渡されるとの見通しを示したね。フランスは今回自国製の新型戦車ルクレールの供与を見合わせていたんだけど、これはウクライナに提供できるだけの数を揃えることができないためとしていて、その代わりとして 105mm 砲が搭載され軽戦車としても運用可能な歩兵戦闘車が供与されるみたい。ドイツ製新型戦車のレオパルト2の操縦訓練に関しては、ポーランドやドイツなど各地が実施されていて、あと数ヶ月でウクライナ軍は消耗が激しいロシア軍を蹂躙する機構部隊の編成が見込まれている中、ドイツの兵器製造企業ラインメタル AG は12日までに、最新技術を盛り込んで開発が進められているとする。次世代型主力戦車としてこれまでで最大の 130mm 砲を搭載した、パンターの輸出についてウクライナ側と交渉を進めていることを明らかにしたよ。実際にパンターが提供可能になるとしても現時点から15から18ヶ月ほどの期間が必要とされているだけでなく、ドイツ政府の承認が必要となるんだけど、ラインメタル AG としては実戦においてパンターの性能を、実戦で誇示して有用性を政界に訴求するまたとない機会と捉えていると見られ、実現する可能性は低いとされているものの、ドイツ政府の出方が注目されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。